次に天気を教えてくれます。現在は概ね曇りで気温、決まった時刻にですね、携帯デトックス、そろそろ携帯を置く時間です。で、アレクサを使うときはこちらのリモコンです。はい、こんにちは、坂内です。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はですね、Amazon のエコーシリーズ持ってる方、定額アクションというのはご存知でしょうか。一つのですね、言葉でですね、複数のことをですね、やってくれたり、あとですね、アラームを止めたりするとですね、複数のことを実行ですね、してくれたりする、とても便利な機能になります。Amazon の Amazon エコーシリーズ、またですね、テレビに Amazon Fire Stick TV がつけている方、またですね、車の中にエコーオートをですね、つけている方はですね、とても便利に使える機能になります。初心者の方でも分かりやすく丁寧にご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、Amazon のエコーシリーズの解説動画もたくさん出しています。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではですね、実際にまずやってみますので、見てください。まずこちらのですね、エコードットにおはようと話しかけてみます。通常はですね、おはようございますぐらいのですね、返事だと思うんですけども、実際に見てください。アレクサ、おはよう。今日は予定が1件残っています。午後6時に草刈り打ち合わせがあります。まず予定を教えてくれます。次に天気を教えてくれます。現在は概ね曇りで、気温は摂氏30度です。今日は雲が多く、雷雨となるでしょう。次に予想最高気温は31度、予想最低気温は21度です。のニュースです。NHK からお伝えします。こんにちは。正午の NHK ニュースです。みずほ銀行とみずほ信託銀行でシステム障害があり、今朝から全国の店舗で窓口での振り込みなどの取引ができない状態になりました。今見ていただいたようにですね、おはようと一言ですね、声をかけると、その日の予定、そしてその次にですね、この地方の天気予報、その後にニュースを話してくれます。このようにですね、一つのアクションでですね、3つとか4つとかですね、いろいろな動作ができるものになります。これはですね、定額アクション決まっているものもありますし、あとですね、自分でですね、カスタマイズもできますので、そちらのホームページの方からですね、簡単に追加がまずできますので、そちらを見てください。こちらがですね、 Amazon の Alexa でルーティンを始めようということで、こちらのページになります。それでですね、いろいろ書いてあるんですけども、こちらの方にですね、定型アクションとはというふうに書いてあります。こちらに書いてあるように、一つのフレーズや決まった時刻で音声アシスタントのアレクサが天気情報や音楽を流すなど、複数のことをセット実行してくれるのが定型アクションですというふうにここに書かれています。そしてこれは QR コードを使って簡単に取り込むことができます。今見ていただいているページのリンクは動画の概要欄に貼っておきますので、そちらを見てください。ここの部分は動画で説明があるんですけども、その下に試してみようというところがあります。そしてこちらの方にいくつか試してみようというのが出てきます。そしてここの試してみようというところをタップしますと、 QR コードが出てきまして、それを読み取ることによってスマートフォンの中にその機能を取り入れることができます。そしてこれからいくつかその機能を取り入れてみますけれども、その機能を使うときには Amazon Alexa のアプリが必要ですので、事前にダウンロードをしておきます。インストールの方法は Android の場合には Play Store、 iPhone の場合には App Store からインストールします。Amazon Alexa のアプリがインストールできましたら、こちらの方のとこから試してみようをタップをします。そして試してみようをタップしますと、自動的に Amazon Alexa のアプリが開きます。そうしますと、こちらなんですけども、定額アクションを受信しましたというふうに出てきます。そして定額アクションを表示するをタップします。そうするとこちらなんですけども、おはようという定型アクションが入りました。そしてその内容というのはこちらになります。
その日の話題を伝える、天気予報を読む、Amazon Music を再生するというふうになっています。そしてこの定型アクションの各項目を確認チェックをします。そして特に修正箇所がなければ、ここでですね、こちらの保存っていうところをしますと、こちらがですね、保存されます。それですね、今ちょっと上に出たんですけども、これ保存してですね、1分ぐらい経たないとですね、定額アクションがですね、反映されないみたいです。これでやってみます。アレクサ、おはよう。おはようございます。まだまだ暑い日もありますが、日の出や日暮れの時間も変わってきていて、確実に季節が進んでいるのを感じますね。収穫の秋もすぐそこですね。早くも秋が待ち遠しいです。現在は概ね曇りで、気温は摂氏31度です。今日は雲が多く、雷雨となるでしょう。今ですね、聞いていただいたように、これおはようというとですね、その日の話題を伝える、そして天気予報を読む、それ最後ですね、音楽がかかったと思うんですけども、Amazon Music でですね、朝の J-POP を再生してくれたというふうになります。こんな感じでですね、定額アクションがですね、追加されます。ちょっと他のものを見てみます。今ですね、ここですね、アレクサおはようというですね、定額アクションをですね、保存しました。そしてですね、次、アラームを止めた時にですね、先ほどのはおはようというですね、言葉で定額アクションがスタートしたんですけども、アラームをですね、止めた時、例えば朝のですね、目覚まし時計をアレクサでですね、6時半にセットしておいた場合にですね、それを止めるとですね、自動的にですね、このような音量が2になったり、その日の話題、あと天気予報ですね、あとラジコがかかるという定額アクションが使えます。これも試してみようをタップしてですね、それで定額アクションを表示。それでこの内容で良ければですね、こちらで保存。定額アクションがですね、完成したということで、今ですね、これがどこにあるかというと、こちらのその他ですね、この定額アクションっていうのがあるんですけど、こちらに入ります。で、今、先ほどおはようというものとですね、アラーム後にラジオというものが入れたんですけども、この2つのですね、定額アクションがですね、こちらに入ったということになります。アラームをですね、15時ですから15時2分ぐらいにしてですね、確認しています。アレクサ、アラームを15時2分。午後3時2分にアラームを設定しました。それでアラームを止めた後のですね、内容というのはここをタップするとですね、ここで確認ができます。アレクサ、ストップ。アレクサ、ストップ。今ですね、実際アラーム定額アクションがですね、働かなかったのはここのですね、時間の設定がですね、ここなんですけども、朝の想定のものなので6時9時になっていたんですね。でこれ今実験でやるので15時の16時にしておきます。でこれでですね、次へでここをですね、変えとかないとですね、定額アクションが働きませんので、これでやってみます。アレクサ、アラーム15時6分。午後3時6分にアラームを設定しました。これでアラームが入りました。アレクサ、ストップ。これ今音量が2に変わってですね、ここですね、その日の話題、雷注意報が発表されています。現在は概ね曇りで、気温は摂氏31度です。ラジコで NHK ラジオ第一東京を再生します。こんな感じでですね、アラームを止めた時というですね、定額アクションが作成できました。次にですね、このような定額アクションもあります。決まった時刻にですね、携帯デトックスのリマインダーということで、どうしても私たちですね、スマートフォン、携帯ですね、使いすぎてしまうので、まあ、それを使いすぎないようにするリマインダーになります。これ試してみようをタップします。そしてですね、定額アクションを表示します。これ夜8時50分にですね、まず9時10分前でそろそろ携帯切りましょうというふうにですね、出ます。で通知が来るみたいですね。そしてその後ですね、9時になりました、また携帯を充電してくださいみたいな感じで出るみたいです。でそしてですね、すぐまた通知が来るというものになります。でこれでですね、この時間だと今まだ15時15分なので、ここをですね、ちょっと変えてきます。15時の17分ぐらいにつきます。でOK、それでこれでですね、次へ行きます。それでこれでですね、保存をかけます。
保存をかけるとですね、これが出てくるというのは、このデバイス、今使っているですね、説明しているこのスマートフォンでも Alexa は使えるんですね。ですからですね、ここでですね、どれを使うかということを選択するみたいです。第3世代のエコードット。これでですね、携帯デトックスが入りました。内容を表示しておきますね。15時17分ですので、あと1分ちょっと待ちます。9時10分前です。そろそろ携帯を置く時間です。でここにですね、通知が来ます。そしてですね、また10分経ちますとですね、こちらなんですけども、これがですね、9時になりました。携帯を充電しておきましょう。明日の朝まで携帯さんさようならということでですね、アナウンスが流れるみたいです。あとですね、こちら、お子さんのですね、サポートでも使えるということで、投稿アラームというのがあります。これはですね、月曜日から金曜日、朝7時20分にですね、アレクサがですね、アラームを鳴らしてくれるということで、7時20分になったらですね、学校に行く準備とかですね、天気を教えてくれたりですね、持ち物をですね、確認するようなものがあります。これもちょっと試してみましょうでやってみます。ここでですね、時間とかですね、変えることができたりですね、あとここの内容がですね、ハンカチとマスク、ここもですね、自分でですね、変えることができます。それであとですね、天気予報ですね。で、これでですね、今ちょっとまた実験でやってますので、ここの時間をですね、変えます。40分にします。それ、ここをですね、月曜日から金曜日もですね、ここでですね、変えることができます。これで次に。で、これで保存。これが出てきた時は、まあ、どれか選択をしてください。で、これで完了しましたので、少し時間になるまで待ちます。7時20分です。そろそろ学校に行く準備の時間です。傘がいるか、天気予報を流しますね。これ天気が流れます。今日は雲が多く、雷雨でしょう。予想最高気温は31度、予想最低気温は21度です。ハンカチとマスクは持ちましたか？今日持っていくものは確認しましたか？時間割を見て、最終確認してみましょう。こんな感じでですね、子供さんへの定額アクションが作成できます。それであと一つですね、ここにあるのがですね、今スマートフォームといって電気とかですね、エアコンとかですね、テレビをアレクサの方のですね、つなぐことができます。そうするとですね、帰ってきて、まあ、ただいまと言うとですね、お帰りなさいと言ってリビングの電気がついたりですね、エアコンがついたり、テレビがついたりするということができます。それでですね、まあ、こちらのホームページでは、このですね、ものがですね、定型アクションでですね、紹介されているんですけども、こちらのアプリから確認をします。この Amazon の Alexa ですね、を開きますとですね、ここのですね、その他をタップしますと、ここに定型アクションっていうのがあります。でこちらにですね、今作ったですね、定型アクションが、これ4つ、おはようアラームに、アラームの後にラジオ、あと投稿アラーム、携帯デトックスというふうに入ってきます。で、ここでですね、もう少し内容をですね、変更させたり、削除したりする場合にはですね、例えば、こちらのおはようで説明します。まずですね、ここの一番上のスイッチが、これをですね、使うか使わないかということですので、スイッチを入れておけば有効になります。で名前はですね、これはですね、こちらの方の、ここに出てくる名前になります。名前はおはようですね。それで、実行条件というのが、アレクサおはようということで、ここにですね、実行する内容が入ってもしここをですね削除したければこのマイナスをタップしますとここでですね減らすことができます。逆にですねここでですね新しいアクションを追加するときにはですねこちらのプラスですねをタップしましてここにいろいろこういうふうに出てきます。エクサのおしゃべりとかですねカレンダーこれはカレンダーと同期するとですねカレンダーのですね予定をここで話してくれます。あとここでですね、まあ、ニュースとかですねスキルがあるんですけどもここのスキルの中にですね例えばここでですねここのラジコを追加したければですね次にでここにですねラジコを開くっていうのが入ってきましたのでこのようにですねスキルアクションを追加することができます。あとですねここのですねデバイスというのはタップしていただくとですね今使っているものが出てきます。こちらのですねスマートフォンでも定型アクションが使えます。あとですね Fire Stick TV ですねテレビにつけるものですこれも使えます。あとはですね、ここにはですね、出てきてないんですけども、エコーオートですね。でもですね、これ使うことができます。別のものですね、使っているところを見てください。こちらがですね、Fire TV スティックがですね、取り付けてある
ものになります。それでですね、こちらでアレクサを使うときはこちらのリモコンですね、一番上のとこ、ここをですね長押しをして使います。先ほどのですねおはようを使っています。おはよう。おはようございます。まだまだ暑い日もありますが、日の出や日暮れの時間も変わってきていて、確実に季節が進んでいるのを感じますね。今日は雲が多く、雷雨でしょう。予想最高気温は30度、予想最低気温は21度です。ラジコで NHK ラジオ第一東京を再生します。こんな感じでですね、おはようというですね、定額アクションがこちらの Fire TV スティックでもですね、実行されます。今ですね、車の方でもこちら、エコーオートですね、こちらを使っている方もいらっしゃると思いますので、こちらでもやってみます。アレクサ。おはようございます。まだまだ暑い日もありますが、日の出や日暮れの時間も変わってきていて、確実に季節が進んでいるのを感じますね。現在は時々雨で、気温は摂氏26度です。今日は雲が多く、雷雨でしょう。ラジコで NHK ラジオ第一東京を再生します。車の中でもですね、いろいろ使えるので、自分でですね、定額アクションをですね、作ることもできますので、その方法でやられてもいいんじゃないかなと思います。で、定額アクションはですね、今見ていただいたように、おはようとか、まあ、お休みとかですね、そういう言葉でですね、まず働きます。あとはですね、朝のですね、アラームを止めた後にですね、その後、例えば照明をですね、つけるとかですね、ラジオをつけるとか、ニュースをつけるとか、そういうですね、定額アクションができます。あとは時間。先ほど子供さんが登校する時間にですね、定額アクションが働いたんですけども、その時間でもですね、設定することができます。新しい定型アクションをですね、作る方法をご説明をします。まずですね、アレクサのですね、アプリを開きます。で、こちらのその他のですね、この定型アクション。で、これプラスがあります。プラスをタップをします。そうしますと、まずアクション名を入力。こうテスト。で、次に。そうすると次、実行条件を設定。これがですね、先ほどちょっとお話したんですけども、音声にするのか、時刻を指定するのか、あとスマートフォンでもですね、できるみたいですね。あとはアラームを静止時とかっていうふうに設定ができます。まあ、音声でやっています。で、次に。そしたらここでですね、アクションを追加していきます。例えばですね、カレンダーにしますと、今日の予定を読み上げてもらうということもできます。そしてですね、その次にですね、ミュージック、ポッドキャスト、ミスチルとかですね、ポップスとかいろいろ出てますので、何しますかね、ゴスペルとか、例えばします。そしてですね、あとですね、その後にニュースというふうにしますと、まあこのようなですね、定額アクションができます。で、あとですね、ここのデバイスの選択というのがあるんですけども、こちらはですね、一番上にリクエストに使用するデバイスというふうに書いてあります。これにしておくとですね、どのデバイスでですね、この定額アクションを実行しても応答してくれます。で、これで保存。ここにテストというふうに出てきました。それで、このですね、スマートフォンでもアレクサが使えるんですけども、このホームのこれがアレクサなんですね。これタップするかアレクサと言ってくださいね。ですので、タップしてみます。このような状態になりますので、テスト。今日は予定が一件残っています。それで今ですね、予定を読み上げて、ゴスペルを再生ですね。というような形でですね、定型アクションが実行されます。ということでですね、今日は Amazon Echo の定型アクションをお話ししてみました。これとても便利ですよね。今ですね、iPhone でもこのような操作ができますし、あとは Android のスマホでも Google アシスタントの方でルーティンがですね、作れるんですけども、でもなかなかですね、スマートフォンに向かってですね、おはようとかですね、いろいろ使うのも少ないと思うんですよね。今、スマートスピーカーが結構ですね、使っている方もいらっしゃるので、スマートスピーカーの方でですね、ルーティンを作ってですね、上げた方が実用的に使えるんじゃないかなと思いました。はい、ということでですね、このチャンネルではいろいろな動画をアップロードしています。ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、最後にいいねボタンもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。さよなら。